フィギュアスケートの全米選手権が26日、女子ショートプログラムが行われ、15歳のイザボー・レビトが 73.78 点で首位発進、初の全米制覇へ順調な滑り出しです。昨年は全米選手権3位、年齢制限により北京五輪の選考には加われなかったが、今季はグランプリシリーズ2大会ともに2位、グランプリファイナルも三原舞依に次ぐ2位に入った。まだ伸びしろを感じさせる15歳だけに、フリーも期待が高まります。他にも怪我から復帰したブレイディ・テネルが 73.76 点で2位、スタ・アンドリュースが3位で続いておりますが、27歳のグレイシー・ゴールドも 67.44 点で5位と表彰台を狙える位置につけ、いよいよ全米選手権でも表彰台の可能性が十分にある位置につけております。グレイシー・ゴールドはメディアのインタビューにも、年齢はただの数字だと人々に思い出させたいと頼もしいコメント。女子ショートプログラムの結果、1点レビト 73.78、 2点テネル 73.76、 3点スター 68.97、 4点アンバー 68.96、 5点グレイシー 67.44、 6点ソーングレン 62.64、 7点セオ 61.48、 8点ジーグラー 61.09。 男子はこれからですが、両親ともにオリンピアンで、特に母はグランプリファイナル優勝経験者という血統書付きマリニンが大本命となっております。クワッドキングからクワッドゴッドへ、1年前にヴィンセント・ジョーに将来のアメリカチャンピオンと絶賛され、ジェイソン・ブラウンからアメリカの輝かしい未来に例えられたイリア・マリニンが、ネイサン・チェンが6年間守り続けてきたトーチを引き継ぐ覚悟は確実にできていることでしょう。